はい、みんな一緒に3、はい、森の中にテントが一つ、そこに忍び寄る私はエアラクニットちゃん。初めての前行っちゃった。私エアラクニット、そう、こんなこともできちゃう。スケスケカメラオン、やっほー、第一村人発見。今私のコレクションに加えてあげるっしょ。あ、ぐるりんぱ、行きます行きます、ブルブル、イケメンラブリーの、いただきます。びっくりした。あら、アーシー、うちは狭いし。狭すぎよ、エアラクニット。まだ私のこと恨んでるの？戦争なんてとっくに終わったっしょ。そんなことはディセプティコンに言って。最近はいろんな星を回ってそこの生き物集めてんの。そんなことさせない。アームジャンプ、ついてこないでって言ったでしょ。僕は友達を見捨てたりしない。いい加減分かって、あなたは足手まといになるだけなの。ごまかさないで、目を見れば分かる。強いはずの君が何かに怯えてる。お友達を連れてきたっしょよ。テルゲート、ねえ、オートボットのどこを攻めればいいのか弱点を教えてちょうだい。アーシー、アーシーらない。なんでつまんないとこ行ったらお友達がひどい目に遭っちゃうわよ。彼に何したの？何もしてないっしょ。まだね。情報を渡しなさい。出なきゃ。そうね、お利口なオートボットちゃん、教えてくれないとテールゲートがどうなるかわかるでしょ。攻撃座標なんて知らない。オールスパークにかけて誓う。本当よ。まあ見てて。やめて、お願い。行きますよ。ちょっとチクッとします。テールゲート。そうよジャック、私は怖い。あなたを失うことが。どうやらあなたお友達を守るのは得意じゃないみたいね。テイルゲートがどうなったか覚えてるでしょ。それにディセプティコンたちが無線で話してるのをたまたま聞いたんだけど、最近クリフジャンパーもやられちゃったみたいっしょね。じゃあアーシー、次は誰が犠牲になるか考えてみて。あなたかしら、それともお友達。分かったでしょジャック、あいつの狙いは私じゃなくてその星の生き物。地球にいるってことは人間を狙ってる。あなたよ、逃げて。だから私は仲間といるより一人でいる方が好きっしょ。大切な友達に何かあったらそりゃ悲しいものね。心配ないっしょ。あなたのこともコレクションしてあげる。たっぷりと時間をかけてね。でも大事な人間のお友達が私のコレクションにされることの方があなたには辛いでしょうね。あなたジャックちゃんって言うの？かわいいわね。お姉さんの好みっしゃよ。ほら逃げて逃げて。
いいわよジャックちゃん、ゆっくり遊びましょう。はい、次アーシーさん、お待たせしました。ちょっと何よ。助けられなかった、仲間を見殺しにした。ジャックごめんなさい、悔やんでる場合じゃない、もっと前へ進まなきゃね。トランスフォーム。お尻をつついちゃうぞ。シャッ。こんにちはジャック。いい叫び声ね。あなた顔も可愛いし人気です。 You スターになっちゃいなよ。でもね、私そんなジャックちゃんを独り占めしたいの。ネバネバ攻撃。逃げても目立っちゃうよ。役に立つわけないか。お兄さんこっちだ。ずいずいずっころばしごまみそずい。ごまみそずいって何ねえ、何教えてよ。ジャスボーに追われてトッピンシャン。何何何がトッピンシャンなの。見つけた。シャー。あら、あの子ったらどこへ行っちゃったのかしら。やあね。ねえ、あたしとトッピンションしようよ。ねえ、ジャック、ごまみそ水でトッピンションしよう。抜けたらどんどこしょなんだから。ぐるりんぱん。あら、お船の中見たいの？じゃあそう言ってくれればいいのに。ちょこっと空いてるところがあるでしょ？気に入ってくれた？もうすぐジャックちゃんもそこに並べてあげるっしょ？エネルゴン。
ジャック？火遊びはダメ！おねしょしちゃうでしょ！お姉ちゃん、怒ったわよ！な、何？ジャック！どう？どう？あ、ネバネバ攻撃！何やっちゃってんのよ、ジャック！私の宇宙船燃やしちゃって！まだローン残ってんのよ、責任取ってちょうだい！復興する？どうする？アシトレスポーン！そこまでよ！ここやめて！私女優よ！大丈夫？ああ、大丈夫。こいつのおかげ。今日はここまで。また見てね。エアラックユニット。バイバーイ。逃げられちゃったわね。地球からは出られないはずだ。いいことなのかわかんないけど。その、今日は怖い思いさせてごめん。勇敢だったわ、ジャック。正直君が心配で怖かった。ラチェット、ブリッジをつなげて。またでっかい虫が襲ってきても守ってみせるわ。仲間だもんね。そうね。そして大切な友達よ。